どうもこんにちは、山際です。今回ですね、ご質問いただいておりますので、ご質問に回答していきたいと思います。海外でのレンタルバイクについての保険に関する、ご質問ですね。読み上げます。いつも楽しみにしています。ありがとうございます。質問があります。3週間後にパタヤに行きます。レンタルバイクを借ります。国際免許を取りました。バイクで事故をした場合、カード保険の保証でどこまで出ますか？自分の怪我の保証は出してくれると思いますが、相手に怪我をさせた時やバイク傷つけた時、レンタルバイク屋に保証は出ますか？出ない場合は海外バイク保険とかあるのでしょうか？レンタルバイク乗る時のおすすめ保険などありますか？よろしくお願いします、というご質問です。ご質問どうもありがとうございます。でまず、1個ずつ、回答していきたいと思うんですけども、まずはですね、バイクで事故をした場合、カード保険の保証でどこまで出ますかというお話ですね。これは自分の怪我のみです。自分の怪我のみです。なので、いただいたご質問に、相手に怪我をさせたとき、や、バイク傷つけたとき、レンタルバイク屋に保証が出ますかっていうのがあるんですけども、これはクレジットカードの保険も、有料でお金を払って加入する保険にもどちらも対象外となりますので、全部自己負担となります。例えばですね、自分がレンタバイクを借りて運転していましたと。で、100% 相手が悪いんですけど、100% 相手が悪いんですけど、ぶつけられましたと。その時に骨が折れてしまいましたと。で、その場合の入院治療費っていうのは、カードの保険もしくは有料でお金を払って加入する保険、どちらも保険金っていうのが下りるんですけども、傷つけてしまったバイクにはですね、保険金が出ません。なので、全額自己負担という形になります。で、このバイクをですね、そのまま、レンタバイク屋さんに返してもいいんですけども、修理屋さんですね、バイクの修理屋さんに持ってった方が金額安くなることもありますので、その辺は比較検討してみる必要があるとは思います。はい。で、出ない場合は海外バイクの保険とかあるのでしょうかということなんですけども、あんまり聞いたことないですね。僕自身海外でバイクをレンタルして何回か運転したことがあるんですけども、その際保険のこと聞いても大体、なかったです。もしかしたらあるかもしれないので、Google でその例えば今回、パタヤに行くとのことなので、英語でですね、タイレンタバイク、保険インシュアランスみたいな形で検索してみて、Google 翻訳を駆使してあるかどうかを、細かくチェックしてみたらいかがでしょうかという感じです。はい。なので、レンタルバイク乗る時のおすすめの保険などありますかというふうにあるんですけども、基本的にはないんじゃないかなというのが回答になります。なので海外でレンタルバイクをする時はもう本当に、とにかく安全運転ですね。気持ち悪いぐらい慎重な安全運転を心がけておかないと、かなり痛い目に遭う可能性がありますので、ご注意ください。ということでですね、今回のご質問振り返ります。レンタルバイクを借りて事故をした場合、カードの保険の保証でどこまで出ますか？これは自分が怪我をした時の入院とか治療費のみになります。相手に怪我をさせてしまった時は自己負担となります。バイクの傷がついた、壊れたっていう部分においても自己負担となります。で、おすすめの保険っていうのは、タイ、パタヤ、バイク、インシュアランスみたいな形で調べてみて、自分でバイク保険に加入できるかチェックしてみるということですね。で、もしなさそうであれば、現地のレンタバイク屋さんに保険の有無を確認してみて、あったら加入する、なければ、レンタバイクしないか、十分気をつけてレンタルするか、このどちらかっていう形になります。はい。で、こんな感じで今回終わりです。もしこの動画ですね、いいねと思ってくださった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。またご質問ございましたらコメント欄に書き込んでいただければと思います。それではまたお会いしましょう。